ロイター通信などによりますとフランスの皇帝ナポレオンが愛用したとされる帽子がフランスでオークションにかけられ193万2000ユーロおよそ3億1500万円で落札されましたこうした帽子は二角帽と呼ばれナポレオンは通常前後に来る角を横にしてかぶりトレードマークとなっています ナポレオンが所有していたおよそ120個の二角棒のうち現存するのは20個ほどで今回の落札価格は過去最高だということです。